ということで今回もやっていきたいと思います。なんだ。ちょっとすみません。はい。どうしてもボーンがキャンディーさんとね、子犬さんの間にボーンちゃんが生まれたんやけど。はい、子守を引き受けましょう。ありがとうございます。今回はね、小犬さんに似とる。小犬さん、キャンディーさん、小犬さんって感じやね、今のところ。似とるのが。え、大丈夫か？あ、これぐらい？お、違う。これぐらい？ん？どれぐらいだ？こ、あ、これぐらい？あ、小刻みに動かすのがいいのね。なるほど。はい、リズムをつかんだ。オッケー、いい感じじゃない？そろそろミルクの時間ですね。コーンの機嫌も随分良くなりました。よかったよ、それは。アユナのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品旅行券をもらいました。ありがとう。はい、そして今回、新しく住人さんが来てくれたので、QR コードを読み取りたいと思います。ってことで、QR コードを読み取る。りょうりょうさん、なごみ系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ふわふわ型、究極の癒し系タイプ、楽しいことはすぐに顔に出る、嫌なこともすぐに顔に出る、素直ということだ、いいことだ。ほい、それじゃあマンション見てこう。さあ、それじゃあ新しく来たりょうりょうさん、はい、入ります。りょうりょうです。誰とでもすぐ仲良くできる女です。ほう、いいことやん、めっちゃフレンドリーな感じなんやね。タッチペンのスライドで次々のぞけます。うんうん、やってるよ、特に終わりの時とか。いただきます。どうぞ。どうすか、すごく美味しかったようです。よかったよかった。はい、それじゃあ、なんかおしゃれっぽい感じやけん、ミシンで何かしら作ってもらおうかな。うんうん、お願いします。今年の夏はこれ一枚で OK だ。もう夏終わりかけですけどね。まあでもまだ暑いけん、あれかな、夏服でも。流行の最先端ってことはちょっと奇抜な感じだったりとかするの。風は一切通さないプロレスコスチューム。え、夏はどこへ行った？え、夏がコンセプトだったのに、風一切通さなかったらめっちゃ地獄じゃない？え、超地獄じゃない？どうした？しかもプロレスコスチューム。プロレスが好きなんですか？私はプロレスは全くわからないんだけれど。はい、それじゃあ、あ、これもしかしてこっち。ですよね。え？あやかちゃんと吉原くんって夫婦じゃなかった？え、そうよね。喧嘩？ほら。え、喧嘩？マジで？あやかと喧嘩しました。夫婦喧嘩ちょっと。やめてよ。満足？仲直りして。それはちゃんと仲直りすべき。だってここでね、二人の関係悪くなったら離婚する可能性が。ほら、グレープフルーツでも食べて。うんうんうん。とりあえずこれで落ち着いた？気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。え、仲直りできるんかな？え、できんかったら。つら。え、ちゃんと仲直りしてね。じゃあもしや今は二人一緒の家には帰っていないのか。この間はごめんなさい。夫婦喧嘩ぐらいあるやろうとは思うけれど。こちらこそごめんなさい。よかった、とりあえず。とりあえず首の皮一枚繋がった的な。うまくいきました。ありがとうございます。これからもちゃんと仲良くしててね、二人。
怖い。めっちゃ怖いぞ。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品扇風機をもらいました。ありがとう。喧嘩するほど仲がいいっていうことで。時間も忘れます。ちょ。一応、ハテナが消えて満足だから大丈夫なはず。はず。さあ、それじゃあ、アスムー、入ります。ね、なんか似合っとるね、猫の格好。どうもです。どうもです。お腹が空きました。ふいふい。おにぎりを、どうぞ。いただきます。さあ、どうよ。まあまあ美味しかった。よかったよかった。早く全部埋まらんかな。苦手も、超苦手も。ね。ね。く、いつまでもだな、やっぱり。道に迷ってる旅人がいたんで、道案内してあげました。こういう優しいところをまたユニポンちゃんが見て、こうなんか、あ、やっぱり、見直したわ、みたいな。ならんかな。はい、あったん、入ります。一週間ぶりですね。お久しぶりです。風邪もひいたりしてませんでしたか？全然ピンピンしとるよ。あゆなのそっくりさんは、ペットも飼ってますか？飼ってる飼ってる。犬2匹に猫2匹。どっちもなんやけど。前、なんか聞かれたかな、これ。犬って答えたんかな？わかんない。猫を飼って。今のところが可愛いですね。あ、確か前犬って答えたね。ボールを拾ってくるんですよ、みたいなこと言わんかった。それ別のやつかな。カラフルストール、菊の着物、キャミソールワン。カラフルストールでいこう。はい、どうぞ。服、カラフルストールをプレゼントしました。いつもありがとうございます。でもこの周りの景色はすごく暑そう。私からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。ノアと結婚して、私の世界が広がりました。そういうのいいよね。まあ、お互い、もともと、他人が、家族になるわけだから、世界は広がるよね。いいことだわ。結構美味しかった。よかったよかった。ほい、そして、なんかめっちゃ、のんびりのんびり。のんびりゆったり。みんなでバカンスに来た感じかな。はい、ゆりさん、入ります。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。一人で絵合わせ、2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。はい、佐藤。最近一人で絵合わせ多くない？学校給食で普通の影です。みんなどんだけ眺めたいんすか。カルボナーラです。ナルソバです。え、待って、全然合わんねえけど、マジで。カルボナーラです。はい、当たり。普通の影です。当たり。でもここから調子を取り戻していくはず、きっと。学校給食です。くわくわ。当たり。アズレス AKU です。ケイスケです。キャー。いや、でももういけるんじゃないかな。多分、きっと。ナルソバです。だってもう全部出たやろ。ほら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 、来た来た。あー、危なハート一つ残しや。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、ホテルのアメニティをもらいました。ありがとう。旅人と仲良くなったんで、後で遊びに行ってきます。うんうん、行ってらっしゃい。もう早速旅人と仲良くなったんやね、さすが。いただきます。はい、カレーパンでもどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そしてケイスケさん、眠そう。眠そうね。寝てていいんじゃないかな。こんにちは。こんにちは、どうも。あの、実は、今どうしても、1万円、必要なんです。ほう。なんとかしましょう、私が。ありがとうございます。助かりました。いえいえ。お、レベルアップ。なんかちょっとお金が浮いて出とるのが。いいよね。
はい、釣り竿でもどうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。私たちが寝てる時に部屋に入ると夢を見てることがあるかもしれません。そしてその夢を管理人が覗いていくとめっちゃ怪しい。いただきます。はい、どうぞ。健康的に健康的に。結構美味しかった。よかったよかった。さあ、そしてちょっと一軒家の方も見ていこうかな。はい、一軒家の方へ行きます。え、友達マークがあるね。誰？ヨミさんとサッちゃん。お、サッちゃんお呼び出しします。どうも。こんちゃん。こんちゃー。ヨミさんとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？いいね、ラブラブだね。どこがいい？遊園地。いや、公園でまったりしよう。いいですね。準備していこうと思います。いってらっしゃい。お、レベルアップ。それじゃあちょっと服を。カラータイツとワンピース。これで。はい、どうぞ。服、カラータイツ、ワンピースをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。おしゃれしていってらっしゃい。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。さあ、公園に様子を見に行きましょうか。お、なんかこの微妙な距離感なんでそんなに離れてるの。夫婦ですよね。もうちょっと、もうちょっとすぐ横に寝たんでもいいんじゃないかなかわいいけれど。さっき家でね、テーブルで向かい合っとった時の方が近かったような気がするよはい、それじゃあ。おー、なに、絵本の読み聞かせ。いいやんいいやん。こんにちは。こんにちは。頭の中を見てください。なに、いいでしょう。卵を割っているところ。どうした、まあ、たまにはこんなことも考えたりもするわけですの。卵が食べたいの。わからないけれど。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。本当に凛と結婚したんだなって最近しみじみ思います。え、思うの遅くない？今まで どんだけやったの？なんか同じ部屋におるなぐらいの感じ。いただきます。もう結婚してめっちゃ経つと思うよ。結構初期の段階で結婚したよね、君たち。結構美味しかったようです。てか子供も、え、子供もだいぶいない？お礼にこれもあげます。最近やっと自覚してきたってちょっと遅すぎるような気がするんですけど。面白いね、感覚が。ほらほら、絵本の読み聞かせしよる。めっちゃいいやん。近づきすぎ。どういう、絵本なんかなあれ、図鑑？なんかわからんけど、とりあえず何かしら読んであげよるっぽいね。で、子供はめっちゃなんか本とお父さんの顔を交互に見よる。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん。じゃんじゃん入れてってくださいまし。めっちゃ投げる今日は 25,610 円集まりました。ありがとう。はい、そして昼一。サッカーユニフォームだよ。お、いいね。今日は特売日だから信じられないくらい安い。どれくらい安い？そんなに安いんかな、よくわからん。とりあえず買っておくけれど。はい、それじゃあミーニュース見ていこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。先日行われたアユナ島の宴会で、アユナ島宴会してたの。マジで。なんと葡萄を人差し指でくるくる回す宴会芸を披露しました。一粒一粒ちっちゃいやつ。コインメさんによると、そういう技の名前は難しくない？スピニング葡萄だそうです危険なの。しかも技を見たパッタンさんはまさか
ブドウがあんなに早く回るなんて、なんか回しうる間にさ、房からどんどん取れていきそうなことないブドウ。プチ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 っと。マジの耳に聞きました。ちょうど話題にしてたんです。マジで、まあ話題にはなるかもしれない。言葉もありません。感動もするのかな、はい、まあでもでき、絶対できんやろけん感動はするかも、それを実際に見たら。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、また新しい住人さんが入ってきて、いい感じやね。いい感じやね。どんどん友達を作っていってほしいね。